ジャッス、おはようございます。パルと申します。本日は来週どこ行く？ムカキンがゴールド前に厳選しておきたいポケモンや週中移動の注意点について、ムカキンプレイヤーパルの独断と偏見でお話ししていきたいと思います。いよいよ来週10月2日水曜日の15時にゴールド急発電所が登場します。来週のね、途中でゴールドに行かれる方は無課金なりの注意点だったり、まあ再来週のゴールド登場キャンペーンから行かれる方はね、最後の1週間の厳選チャンスにどんなポケモンを探すのがおすすめかみたいな、そんなお話していきたいと思います。前半パートで厳選おすすめポケモンをリサーチ挟んで、後半パートで週中移動の注意点について触れようと思います。まあね、後半はおこうミッションをどうするのかっていう話が中心ですね。タイムスタンプもコメント欄と概要欄につけておきますのでご活用ください。人によってはね、しばらくゴールドにこもることになるかと思うので、ここでいい出会いがあったら嬉しいですよね。それでは参ります。ということで、前半ではゴールド前に厳選しておきたいおすすめのポケモンについてお話しします。以前出したゴールド前ティアーとはまた違った角度からの厳選おすすめティアーみたいなイメージで、4体プラス番外編ピックアップしました。最初に全部出してしまいましょう。ドーン、こちらです。ミニリュウ、ヌイコグマ、ゼニガメ、ホゲータ。番外編はあったかジンジャーのポケモンとネギ、しっぽのポケモンたちです。こちらね、解説してまいります。まずね、ミニリュウたち4体の選出理由として最も大きいものが、ゴールド環境でもその次のフィールドでも活躍が見込めるというところにあります。寝顔の目標がね、2つ追加されることが確定しましたので、従来通りであれば1つクリアするごとに鍋を6個分大きくすることができました。であればゴールド環境では鍋69個を通常サイズとすることができます。若草サラダとお茶会コーンスコーンが拡張なしで作れる最大レシピとなりますね、現時点では。そしてその次のフィールドでは鍋81個がデフォになるのかなと思われます。そうしたら拡張なしの最大レシピは煉獄コーンキーマカレーとフラワーギフトマカロンです。この4レシピに対応できるのであれば、おそらく1年から2年くらいは活躍し続けてくれるポケモンと言えるかと思います。そこでミニリュウは3レシピに使われている若草コーンが特に価値が高く、ゴールド後にドラゴン島が来た場合、煉獄カレーのハーブも供給できることから厳選しておきたい筆頭格であると考えています。あとはね、シンプルに元気チャージの食材ポケモンは場合によってはね、一緒に寝なくてもいいので遊びの幅が増えるのも高評価ですね。続いてヌイコグマも若草コーンの重要さから、まあミニリュウかヌイコグマかどちらかは押さえておきたいところですね。また豆ミートは煉獄カレーで、特選エッグはマカロンで使えるので、コーンに限らず役割を持ててレベル60を目指したい一体であるとも考えています。そしてゼニガメは言わずと知れたポケモンスリープの食材最メジャーポケモンの一体かと思いますが、その強さまだまだ健在です。モーモーミルクがお茶会コーンスコーンとマカロンの2レシピで使う上、未だに数を集めるのがなかなか大変なリラックスカカオを大量に集められる一体ということで、本当にね、これからも活躍しそうですね。一応レベル60豆ミートも煉獄カレーで有用。また目覚ましコーヒー、新食材目覚ましコーヒーとモーモーミルク、まあおそらく一緒に使われることもあるだろうと思いますので、カメックスね、もしかしたら本当にずっと強いかもしれないですね。なんか目覚ましモーモーラテとかね、なんか出てきたりしそうですよね。そして最後はホゲータ。お茶会コーンスコーンでリンゴ、煉獄カレーで豆ミート激辛ハーブ、そして元気チャージ持ちで、おまけにラウドボーンはゴーストタイプでゴールド適性があるということで、こちらもね、ぜひとも育てたい一体です。で、これはでも本当になんとなく私の予想なんですけれども、これら4体ゴールドに出てこないんじゃないかなーっていう雰囲気を若干感じております。まあ、本当に超予想なんですけどね。まあ、ラウドボーンがゴーストタイプというところで、ホゲータにはぜひとも出てきてほしいんですが、まあ、やっぱりゼニガメはあんまりね、水場とか関係なさそうなので出てこなさそう。で、あとはミニリュウヌイコグマはラピス固有のポケモンでありますので、運営さんがどのような判断をするかというような感じでしょうかね。
なのでね、ぜひゴールドにこもる前にこれらのポケモンを最後に厳選チャンスしてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、となるとラピスラズリかシアンかとかがおすすめとなるでしょうかね。そしてそして番外編、あったかジンジャーのポケモンとネギ尻尾のポケモンです。あったかジンジャーもね、先ほど挙げた4レシピのうち2レシピに使う食材です。なのでね、非常に、まあ、優先度高いかなとは思うんですけれども、ジンジャーはライチュウ、ジュペッタが集めることができるので、ゴールド環境では若干優先度を落としてもいいのかなと思ってます。あとは煉獄コーンキーマカレーでそこまで数を必要としないのもいいですね。まあ、なので例えばね、育てているライチュウがジンジャー絡みの食材パターンではないよみたいな方は、まあ、ジンジャーポケモンも候補に入れてみてください。となってくるとリザードン、バンギラスのトープ洞窟あたりがおすすめとなるでしょうかね。またネギと尻尾に関してなんですけど、まあ、さすがにね、そろそろ新レシピで環境に対等してもいいんじゃないかなんて期待はしてるんですけどね、新食材目覚ましコーヒー、コーヒーと長ネギって一緒に使う未来ありますか？まあね、新レシピが全て新食材を使うと決まったわけでもありませんのでね、まあネギ数集めるためにレベル60が前提になりそうな食材でもあったりするので、まあ、本当にもろもろ余裕があればネギだったり尻尾あたりもふんわり厳選は終えておけると助かるかもってことでね、番外編で選出してみました。そんなわけで今回ね、すべて基本的には食材にまつわるポケモンだったわけなんですけれども、レベル60に向けて長く育成したいポケモンたち中心に選んだつもりですので、ゴールド前の厳選チャンスぜひ狙ってみてください。そんな無課金がゴールド前に厳選しておきたいポケモンについてでした。ぜひね、皆さんの厳選おすすめポケモンや意見感想ございましたらコメントお待ちしております。後半は来週の週中移動についてざっくりお話ししていこうと思うんですけれども、その前にネガオ発見ウィーク4回目のリサーチやっていきたいと思います。いやね、最後にこの辺りのポケモンも運よく厳選終わってほしいところです。どうぞ。じゃあということでアサルポやっていきたいと思います。430日目に到達しました。見ていきましょう、ネガオ発見ウィーク。本日が4回目のリサーチとなります。昨日とかよりはなんか若干ぐっすり眠れた身がありますが、本日は特徴なしタイプとなりました。多分ね、今日ぐらいからね、現実的にバンギラスだとかラウドボーンとかイワーク、ハガネール、ウィンディとか、その辺の寝顔が見られたらいいなというふうに思っているんですけれども、まあ特徴なしタイプなのでね、まあとにかく何かしらニューネガを2つぐらい埋まってくれたらなという気持ちで見ていきたいと思いますね。眠気パワー1,489,835,500で、お腹の上ね、星3ネガを1つ、星2ネガを2つみたいな感じとなったので、お腹の上ね、星3ネガがなんか激強でみたいな感じで来てくれたらありがたいですね。さあ参りましょう、リサーチへ。ラウドボーン星3とかはね、かなり眠気パワー消費するのでまだ来ないと思うんだよね。キューコンのお腹の上ねって見たことないし、ヌオーもいる、嬉しい。そういえばトープ洞窟ってウパーヌオー出てくるんだった。ということでキューコンのお腹の上ね埋まりました。これでコンプリートかな。キューコンはね、尻尾がちょっとはみ出すぐらいね、気品が溢れております。キューコンのお腹の上ね、キューコンコンプリートだ。美しい9本の尻尾には神通力が込められているという。尻尾に包まれて眠る姿は神秘的だけれど、面白半分に掴んで起こそうとすると千年たたられてしまうと言われているんだ。怖すぎますね。そんなキューコンコンプリートとなりまして、下にはヌオーちゃんがいました。これは確か大あくびねだったかな、違いました、星1ニコニコねでした。まだ見たことがありませんでした。メインアカウント可愛い、伸びすぎなんだよね。ヌオーのニコニコネをリサーチできました。あとはお腹の上ネだけですね。のんびりとした性格のヌオー、水の中で口を開けて餌が偶然飛び込んでくるのをただただ待つ。大口を開けたまま眠っているヌオーがいたら、夢の中でも餌が飛び込んでくるのを待っているのかもしれないね。あとはね、頑張ってカビゴンのお腹の上によじ登っていただきたいところです。さあじゃあ周り見ていきましょう。キューコンのお腹の上根が来てくれたんだったら、かなり眠気パワー消費いい感じに使えてそうな雰囲気があります。寝返りを打っているのは影坊主、嬉しい。うわ、そして引っ
くり返りきっていたのはウィンディちゃんでした。やったぜ、しっかりニューネガオを見ることができました。ウィンディの星さんネガオへそ天ネです。キューコンのお腹の上に迫ろうかというぐらい眠気パワー消費していそうな感じがありますね。かわいい、おててもギューってするんだ、へそ天ネ。かわいすぎる、はちゃめちゃだねこれは。いつも威風堂々としているウィンディ、最高に寝心地のいい環境だと感じると、普段の姿からは考えられない無邪気な子供のような眠り方をするみたいだ。よかった。じゃあすごく心地よかったんだねウィンディ、もうそれが何よりよかった。あとウィンディは星2、4を残すのみとなりましたね。影坊主来てくれたのも嬉しいね。もし今日はおやつタイム、影坊主をお迎えできたらというところですね。さあそして右側見ていきましょう。まだあったりするかい、ニューネガオ。バンギー一生会えないんだけど、430日バンギーゼロ生活よろしくお願いします。腕枕はリザードちゃん、そして尻尾を隠してるソーランス、ぼんやり眠っているプリンという、まあいつもの面々っていう感じでしたかね。本日はすやすや多めな雰囲気となりましたけれども、ニューネガオ3つ埋まりました。やったぜ。オッケー、なんか順調に埋まってきてる感がありますね。特にウィンディはね、やっぱ現状このトープ洞窟でしか見ることができない寝顔なので、そこが埋まったというのが一つありがたかったなと思います。ではね、まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。いやー、まだバンギにマジで会えてない。430日バンギゼロ生活継続中でありますね。明日以降期待していきたいと思います。さあということで、本日はチャンスがカラカラにつくなどしましたね。よろしくお願いします。一応今日の本命は影坊主とさせていただいてもよろしいか。ヌオーちゃんをお迎えするという手段もあるし、キューコンを直で狙うという手段も個人的には持ち合わせているといったところなんですけれども、まあ、チャンスがついたからにはね、ポケサブレ温存しておきたいタイミングではあるんですけれども、ここはカラカラちゃんお迎えさせていただきましょうか。いやー、地面タイプいつ追加されるだろうね。なんとなくね、地面タイプでナックラーとか追加されないかなーなんていう風に、まあ予想をし続けているわけなんですけど、地面未だにカラカラとディグダ系統の2種類しかおりませんのでね、そのうちさすがに増えるだろうと思っているんですが、と言いながら頭の中でボーナスサブレ誰にあげようかなって考えていたんだけど、まあさすがに影坊主いっとく、さす影かな、さす影かな、さすがに影坊主ちゃんと仲良くなっておきましょうか。おそらくゴールドで出現してくれるんじゃないかなと思っているので、またねお迎えするのはしばらく後というか1週間後とか、そういったタイミングになるのかな。うん、といった感じでね、おやつタイム終了していきたいと思います。キューコンもね、ちょっと直接ゲットを狙いたいなと思っている一体でありますので、なんかいいタイミングがあればね、仲良くなっていきたいと思います。さあということでは、今日の1枚なんですが、まあキューコンとかリザードとかヌオーとかが喜ばれそうな雰囲気なんだけど、まあタイミングがタイミングなのでね、影坊主にしておこうかなと思います。ゴールド前なのでいい感じかな。うわ、ウィンディのへそ天ね、一応レア度的にはキューコンのお腹の上のより強いよっていう扱いになってるみたいですね。オッケー、しっかり寝顔埋められたら本当に嬉しい。そういえば影坊主の星さん寝顔も私まだ見たことないんだよな。まあまあ今回見られなくてもね、ゴールドで見られるんじゃないかなと勝手に思っているので、それを楽しみにしたいなと思います。さあということで、お迎えしましたカラカラ、めちゃめちゃ久しぶりにお迎えする気がする、見ていきたいと思います。気まぐれなカラカラちゃんです。木の実が増えてたりはしない食材なんでしょうか。ひょい、お、食材2種タイプなんですけどね、第2食材がジンジャーになる方が確率が低かったりします。お手スピこんなもんだったっけね。さあサブスキル、せーの、ほい、白スキルがもうね、ちょっとちらっと見えてしまいましたけれども、白スキル4つね、え、一番出やすいのかなこれがね。これがでもなんだかんだね使いやすいよね。食材タイプのことからとね、あの食 S、 お手スピ S、 所持 S とかで結構もう十分だったりするかななんて思っていたりはします。そんなカラカラちゃんでした。 OK、 地面タイプのね新ポケモンも期待しながら今後見ていきたいなと思います。それでは明日はバンギア、イワーク、ハガネール、ラウドボーン、現実的に星1、2、3、4
ね、見られたらなというところなんですけれども、本日はこんな感じでサブアカにバトンタッチしていきたいと思います。じゃあということでサブアカのリサーチも見ていきたいと思います。ラピスラズリコハンの寝顔発見ウィーク4回目のリサーチとなります。見てまいりましょう。さあね、先ほどメインアカウントでは一気に3つ寝顔を埋めることができたんですけれども、まあさすがにラピスはそうはいかないかな。そしてラピスはスヤスヤになりそうな雰囲気、スヤスヤタイプとなりました。まだねサーナイトの星さん寝顔とかが出てこられるほど眠気パワー上げられておりませんので、埋まってない寝顔がどこまであるか、あとはこの闇鍋の仕様でどこまで戦ってもらえるかみたいなところが一つ争点になってくるんじゃないかなと思いますね。眠気パワーは1,4925,5400で星3ネガを4つとなりました。やっぱりかなりこう眠気パワーが分散している感じだね。さっきとまたちょっと違うのかなといったところです。ということで見ていきましょう、リサーチへ。とはいえまだ細々した寝顔もちょいちょい残ってはいると思うんだけど、スヤスヤでどこまでいるかってとこなんだけど、どう？やったぜお腹の上ね、ドードリを見たことありませんでした。ドードリをスタートのお腹の上寝となりました。上にウェーニバルもいたけど、ウェーニバルの寝顔は見られているだろうか。これは首が黒いので、オスの子だね。ドードリオとなります。あ、でもここあれだ。あれでした。はい。メスかもしれません。ここがメスなので、ちょっとわかんない。ドードリオコンプリートとなりました。普段は3つの頭が立ったまま交代で眠り、どれか1つは必ず起きているみたいだよ。ひどく疲れている時は、見張り役の頭まで寝落ちしてしまうこともあるようだ。ねえ、みんなで寝ていてとっても可愛い。この3つ子ね、めちゃくちゃ可愛い。いいよね、ドードリオでした。メスの子でしたね。オッケー。そして上にウェーニバルがいましたけれども、ウェーニバル見たことのない寝顔だ。ちょっとなんかダンス踊ってる風だった。ウェーニバルの星に寝顔、決めポーズね、ぐっすりタイプからね、しっかりもろもろ貫通してきてくれましたね。かっこいい。あー、今のが決めポーズだったのかな。かっこいい。ウェーニバルの決めポーズで見ましたけど、ウェーニバル星1だけ見られていないというね、逆転現象が起こっております。異国情緒あふれるダンスで見る者を魅了するウェーニバル、眠っていても断るごとに全身を揺り動かし、時には華麗なポージングまで決めている姿が確認されているよ。かっちょいいウェーニバルちゃんでした。星1もね、ぜひ今週どこかで見られたらというところですね。そして星3、一つ目ニコニコネはラルトス、そしてコロコロネのトゲピーがおりました。ラルトスをお迎えしたりしたいね。じゃあ周り見ていきましょう。さあ、ニューネガを2つ埋まると思ってなかったな。嬉しい悲鳴であります。へそ天にニャオハがまたこんにちはしてくれていて、ゴロリンチョこんにちは、よろしくどうぞからの猫に小判ね、これはスヤスヤタイプといったところ。さあ、これで星さんネガもう1個あるんだったっけな。それがニューネガオだったりしないかな。ウェーニバルいつ見てもマジめちゃかっこいいな。石に変身しているのはメタモンちゃんが来てくれました。嬉しい。後でヒカルカナチャンスしておきましょうか。お、そして歌っていたのはプリンちゃんとなりましたね。じゃあヒカルカナチャンスやりましょう。ほい。まあ光らずといった感じではありますけれども、メタモンもね、やっぱ育てたいポケモンの一体だなぁと強くね、ずっと思っておりました。じゃあね、残りまとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。眠気パワー的にはね、ニャオハの星さんとラルトスの星さんが意外と眠気パワー消費が多いはずなので、比較的いい感じに眠気パワー使えたリサーチとなったんじゃないかなと思います。そんな感じがとってもしますね。多分明日以降ぐらいから現実的にそのメガニウム、リーフィア、エーフィーとかなんかそのあたりの星さん寝顔が解禁されていくかなと思うので、ちょっとねそういった大物たちの出現に期待できるのかなといった感じです。ではね、おやつタイムやっていきますが、これはメタモンちゃんも狙いたいし、ウェーニバルも狙いたいし、ニャオハも狙いたいんだけど、まあ今後ね、ゴールドにやっぱラピスラズリのポケモンってあんまり出てくるイメージがないので、ラルトスかな。もうここを逃すとね、しばらくね、お迎えするタイミング来ないんじゃないかなと思うので、ラルトスをね、まあちょうどいいタイミングなのでお迎えして終わりにしていこうかなと思います。いや、やっぱりね、サブアカ特にメインスキルの種が足りないので、ラルトスできたらスキルレベルアップ M をお迎えしたいなというところですね。オッケー。じゃあそんな感じで終えていきましょう。今日の1枚はこれラルトスの方がいいんかな。まあラルトスにしておこうかね。せっかくラピスに来ているということもありますしね。
ニャオハちゃんだったし、リー・ウェイニバルも非常に価値高そうかなと思ったりはするんですが、本日はラルトスで参りましょう。寝顔は2つ埋まりました。やったぜ、ありがてえ。ウェイニバルの星1もどっかで見ておきたいね。そしてリサーチ XP 夢のかけら、こんな感じとなりました。かなりバチバチだったんじゃないかな。本当にいいリサーチにね、メインアカウントもサブアカウントもなったのかなと思います。それではお迎えしましたラルトス見ていきたいと思います。フレンドレベル17、16体目のラルトスだね。メスの子となりましたので、エルレイドにはなれません。のんきなラルトスちゃん。さあステータス見ていきましょう。元気がね上がっているので SP 高めですが、これはさすがにあれだね、スキルレベルアップ M の SP じゃないね。木の実エスでもない食材なんでしょうか。ひょい、お、コーンコーンとなりました。数が少ないのでね、使いやすいと思います。お手スピってラルトスこんなもんだったっけね。まあこんなもんか。 OK、 じゃあサブスキル見ていきましょう。せーの、ほい。リサーチ EXP ボーナスとスキル確率アップ M を持っていてくれてますね。一応スキルレベルアップ S は75にあるよといった感じです。元気回復量アップはやっぱね、あのヒーラー自身のお手伝いスピードを下げずにかなり頑張れるので悪くないなと思ってます。のんき。 EXP 獲得量ダウンもね、まあまあまあ、スキルタイプのポケモンってレベル30とかでも十二分に強いのかなというところがあるので、まあまあまあといったところではあります。のんきとスキル確率アップ M そのものはかなりやれるのかなといったところですね。毎日ほとんど一緒に寝ることになるので、リサーチ EXP ボーナスもバカにならないというのが、まあ彼らの強み、彼女らの強みなのかなというところですね。そんなラルトスちゃんでした。ありがとうラルトス。そんなね、かなりがっつり寝顔が埋まり出してきました。寝顔発見ウィーク4回目のリサーチでした。さあということで戻ってまいりまして、後半はね、週中で移動する際の注意点についてざっくりお話ししていこうかと思います。まあね、ゴールドまで来られている方であればもはや説明不要な部分も多いかと思いますけれども、やっぱり鍋拡張だったりお手伝いブーストダメは相変わらず有効だろうなと思います。普段からやられてるよって方はね、タイミングが異なるってことだけご注意ください。特にデデンネウの料理チャンスはフィールド移動でリセットされてしまいますので、まあ、当日は移動してからタップして発動するようにしてください。またね、鍋拡張しないよという方も、当日12時になってもお昼ご飯作らないで15時にゴールドに移動してからお昼ご飯作るといいんじゃないかなと思います。で、個人的に一番気になっているのがウィークリーミッションですね。特にマスター3到達でもらえるお香ミッションです。ゴールドでね、やっぱり新ポケモンのお香おそらく追加されるんじゃないかなと思うので、これはゲットしておきたいところですよね。で、ウィークリーミッションクリアさえしていなければ移動時に変更されるので、お香ミッションをクリアしておくかしないでおくかというか、まあその月曜日、火曜日、水曜日でもうお香を取っちゃうかっていうのはね、あらかじめ決めておいてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、もちろん具体的なエナジーはわからないんですが、宇野花マスターさんが約72万エナジーで、ラピスマスターさんがだいたい85万エナジーと来てるので、ゴールドのマスターさんは100万エナジーくらいなんじゃないかなと予想しております。で、まあゴールド急発燃焼フィールドボーナス 0% スタートでありますので、水曜日の午後からまあおよそ 4.5 日で、食事は全部で14回、そこで100万エナジーほど稼げる見込みがあるよという場合は、新フィールドのお香を狙ってみたいなと思います。お茶会コーンスコーンだったり若草サラダがね、鍋拡張によってもう鍋拡張スキルなしで作れるようになるので、まあそれのレベルが上がっていれば一食だいたい3万エナジーくらい稼ぐことができるので、まあざっくりお茶スコーンを14食作るとしたら、まあ14食で42万エナジーで、まああとは大成功だったり最終日大成功次第では50万エナジー、場合によっては60万エナジーぐらいエナジー詰めるのかもしれないといったところで、また木の実エスライチュウレベル60が、まあ木の実エナジー1日5万ぐらい稼げるみたい、まあヒーラー込みでなんですけど、なのでまあ20万エナジーちょっとぐらいはいけそうな雰囲気とすると、案外いけるのかもとちょっとね思ってしまいますね。まあなので、せっかくなのでね、私は狙ってみようかなと思います。ゴールドマスターさん
ただね、もちろんマスターさんが100万エナジーよりもっともっと高いという可能性もあるので、安定を取る場合はそれこそ、なんだろう、来週はね、若草本島とかシアンの砂浜とかに移動しておいて、もう月曜日火曜日の時点でお香を先に取っちゃうっていうのもありなんじゃないかなと思います。とパルがね、パッと思いつく注意点はそんなところですかね。ぜひね、他にもあればコメントで教えていただけますと幸いです。ゴールド9発電所初週からね、楽しんじゃいましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつも応援ありがとうございます。それではゴールド前最後の1週間が始まりますね。本当に皆様に素敵な出会いがあることを願ってます。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。